おそらく農家のものだろう。干し草を積んだ簡素な荷車が道の向こうからごとごとと音を立ててやってくる。そこで止まれ。アブミに足をかけながらカールドウェル伯爵が声を張り上げる。女王陛下に道を開けよ。農民たちは言われるままに足を止め、荷車を引きずって街道脇のイラクサの中へ下ろす。そのまま何事もなくすれ違うかと思われたが、ふと目を向けた名部の顔が凍りついた。干し草にひどい怪我を負った男が寝かされていたのだ。包帯が巻かれた両足は腐臭を放っているようだった。ひどいな。誰がこのような仕打ちを？名部が尋ねた。盗賊か？違います、陛下。荷車を引く男が答える。怪物です。ウェタートンの道に墓地がありまして、エルフが言うには相当古い墓のようです。農夫は言葉を継ぐ。このクレッタムはそこに獣狩りの罠を仕掛けてたんですが、転がるようにして帰ってきたんです。全身血にまみれて、墓から髪の長い女が出てきたとまくしたてながら。そんなことがあったんで、丘に住んでいるメリテレの修道女様たちのところに連れて行くんです。そうだな、きっと何とかしてくれるだろう。うなずく女王だったが、怪我をした男の様子を見る限り日没まで持つとは思えなかった。道中神々の加護があらんこと。口笛の合図により女王の愛馬が再び歩み始める。陛下、ウィッチャーに使いを出してはいかがでしょうか。カールドウェルが伺いを立てる。連中に任せれば魔物の討伐など造作もないでしょう。盗賊どもを捕らえるまで人手を割くわけにはいかぬ。いかなる者も本体からは外さん。名部が答える。何者の仕業であろうと犯人はすぐ捕らえられよう。しかし、もしこの道がウェタートンに通じるのなら、我々の仕事になるやもしれんな。陛下、先の化け物との戦いですらかろうじて勝てた状況です。これ以上相手にするには銀の剣や魔術の力が必要でしょう。石弓兵が10人もいればこと足りるだろう。穏やかな声だが毅然とした態度を見せる名部。心構えはしておけ。行くぞカールドウェル。綺麗な町だが住んでる奴らはクソ以下だ。ウェタートンへ行くのか。綺麗な町だが住んでる奴らはクソ以下だ。ウェタートンへ行くのか。綺麗な町だが住んでる奴らはクソ以下だ。ライディア軍は墓地に足を踏み入れた。聞こえるのはコオロギの合唱だけ。生い茂る草が風に揺れている。その奥に見え隠れする墓はどれも苔に覆われ、ボロボロに崩れかけている。
霊廟の壁を染める鮮血だけが雄弁に物語っていた。死者の眠りが妨げられ、聖者の命が奪われたことを。涙を拭き、悲しむのはもうおやめなさい。おぞましい声があたりに響き渡り、名武は思わずそうけ立つ。もうすぐ一緒になれるのだから。墓石の奥から黒い影が這うようにして姿を現した。全身アバタだらけの怪物だ。一見すると背の曲がった老婆のように見えなくもなかったが、やがてその頭部は真っ二つに割れ、鋭い歯の並ぶ大顎をむき出しにしたのだ。総員、攻撃せよ。言動は慎みたまえ。ライリアのために。一度入れればそれで十分だ。ああ、女房の言うことを聞いとけよかった。死の苦しみにのたうつ魔物を横目に見ながら、かすれた声で咳き込んだ。わかりません、陛下。レイナードはかぶりを振る。念には念を入れて切り刻んで火を放ちましょう。万が一よみがえらないとも限りません。始末は任せる。額の汗を拭いながら名武は言った。だが急げ。出ないとこの忌まわしい場所で日没を迎えることになる。ライリア軍はすぐに行軍を再開した。多くの者が墓地が完全に見えなくなっても曹操家が耳につきまとうように感じたという。それとも苔むした墓に吹く風がそのように聞こえる音を奏でただけだろうか。ウェタートン近くまで差し掛かると、女王は全軍を一旦停止させ補給のため数名を町に向かわせた。だが彼らは袋に何も詰めずすぐに舞い戻ることになる。血相を変え女王にこう報告したのだ。陛下、町は狂気に包まれています。エルフとドワーフが市場に追いやられ虐殺されているのです。もしこのまま女王が介入しなければ、ガイロは非人間族の血で真っ赤に染まるだろう。
だがそのわずかな軍勢で暴徒化した人々を鎮圧できるかどうかは定かではなかった。ご命令を、陛下。レイナードが沈黙を終わらせる。これ以外に選択肢はないだろ。女王はそう答えると馬に拍車をかけ、ウェタートンに向かって駆け出した。兵たちは女王に遅れまいと全速力でその後を追う。一行が門を抜けると、そこにはすでに死体の山が築かれていた。メーブは到着が遅すぎたのだと悟る。血に酔いしれたボートたちを鎮静化するには、もはや武力をもってして制裁を与えるほかなかったのだ。下がらなければその首が地面に転がることになるぞ。自爆して一番大きい集団を叩けば群衆はチリチリになるでしょう。なんという憎しみの連鎖だ。もう無理だよ。調査せよ。幸運にも一人の死傷者も出さずに事態は沈静化した。レイナードが調べたところによると、ある貴族の男が盗みの被害に遭ったことが全ての元凶となったようだった。その貴族が雇っていた非人間族が真っ先に疑われたようです。そして口論となり、それが町全体に波及したとのこと。他にもお耳に入れたいことが。レイナードが手を向けた先には、年老いた男が悲しみに暮れ立ちすくんでいた。彼によると、どうやら盗みを働いたのはスパラ野良犬団のようなのです。この悲劇は貴族の男の誤解によって拡大したには違いなかったが、それでも虐殺行為を行った者には何らかの制裁が必要だったのは間違いない。問題はその程度だ。貴様らは罪を犯した。そこに疑いの余地はない。女王は暴動を扇動した者たちに向かってそう言い放った。根も葉もない噂を信じ残酷な死刑に走った。よって鞭打ち、罰金、禁錮の刑に処すものとする。ただし命までは取れぬ。もう血は十分すぎるほど流れたからな。ウェタートンの住民は胸をなで下ろしたが、非人間族の生き残りがその寛大な処置に不満を覚えたのは言うまでもない。ほどなくして軍に所属するエルフとドワーフの多くが音もなく姿を消した。同族を軽視する女王のために命を張って戦うのは御免だと考えたのだろう。山の中でおとなしくしてりゃよかったのよ。そうすれば放っておいてやったのに。山の中でおとなしくしてりゃよかったのよ。そうすれば放っておいてやったのに。
方になるとカイドウに野良犬団と名乗る盗賊が出ますので、お気をつけて。明け方になるとカイドウに野良犬団と名乗る盗賊が出ますので、あの悪党ども、頭には角、顔に豚の鼻をつけていて、まるで悪魔のような格好をしています。お気をつけて。明け方になるとカイドウに野良犬団と名乗る盗賊が出ますので、花婿と可愛い花嫁のため蜂蜜を持ってまいりました。蜜のように甘い人生が待っているようにと。踊ろや踊ろ、いつしゅうにゃわからん、今宵はせめて踊らんや。そんそん、花婿と可愛い花嫁のため蜂蜜を持ってまいりました。蜜のように甘い人生が待っているようにと。規律なくして勝利はありえない。標的のご命令を。右、左、右、左。
突然メーブの耳に軽快な音楽と陽気な歌声が飛び込んできた。近くの宿屋で結婚式が催されていたのだ。花嫁の父親が一向に気づくと、新郎新婦に祝福を授けてほしいとメーブに頼み込んだ。それを聞いたメーブが大層喜んで見せたため、父親はさらにメーブと側近たちにぜひ結婚式に参加してほしいと求めてきた。もし女王陛下にご参列いただけるとなれば、これ以上の名誉はございません。従者の皆様もさぞお疲れでしょう。ぜひ私たちと一緒にお楽しみくださいませ。踊るにも下履きさえ持ってきていないが、ま、なんとかなるだろう。まず巨大な樫の木陰で式が執り行われた。次に花嫁と花婿、そして客人たちは花で飾られた納屋に移動し、祝いの宴が続けられた。武装した兵たちが民衆に混じって陽気に踊るのを見て、メーブは自身がこの国の女王であることを改めて誇りに思ったという。次の瞬間、叫び声が上がったかと思うと、武装した一団が庭に踏み入り、辺りが騒然となる。いたぞ、花嫁を連れ去れ。それはあまりに突然の出来事だった。花嫁を抱えた賊の一団は森の中へと姿を消す。辺りを包み込んでいた陽気な演奏が止まり、泣き声や怒号が取って変わる。失望の色を隠せない主催者が名部の元に歩み寄った。お願いです、どうかお力を。助けを求める民を放っておくものか。そう言い放すが早いか、あぶみに足をかける女王。私に続け、ヘイヤー。馬の力強い蹄が地面を揺るがした。二人の門出を祝う主牌が揺れ、音を立てる。そうしてライリア兵たちは脇目も振らずに夜の森を駆けたのだった。ああ、恋に身を焦がした若い頃が懐かしい。ああ、恋に身を焦がした若い頃が懐かしい。ビールやビール酔わせておくため、お二人さんを祝わせてくれ。ニルフガードが来るって噂だが、来たきりゃ来りゃいいさ。クワで細切れにして肥料にしてやる。ニルフガードが来るって噂だが、来たきりゃ来りゃいいさ。ライリア兵たちは夜通し酒を飲んでいたにもかかわらず、馬の背から落ちることもなく走り続けた。そればかりか、賊に追いつき退路を断つことに成功する。
奴らを行かせるな。一度入れればそれで十分だ。絶対に逃がさん。標的のご命令を。回り込め。止めなくては。何の御用？何かが漏れてるな。生き延びて年を越したいもんだ。あおというものはないか。腹が減って仕方ないんだ。そうして名部の兵は無事賊を撃退した。助け出された花嫁はというと、女王の前にひざまずき、歓喜ではなく悲痛の涙をこぼしながら泣き出した。涙を拭え。女王は女の肩に手をかけ、そう言葉をかけた。安心しろ、もう自由だ。違うのです陛下、私はヤンを愛しておりません。夫婦の契りなど結びたくのうございます。父が、家族が無理やりそうさせたのです。私の心は仮面舞踏会で出会ったフィンバートのもの。お願いです、陛下にお心があるのならお見逃しくださいまし。そのような計画、看過するわけにはいかん。多くの負傷者が出ている。死人もだ。女王は語気を強めた。だが強要された婚姻は同じぐらいすかん。なら行ってよろしいのですか。行け。急いだ方がいい、私の気が変わらぬうちにな。口に出した者さえいなかったが、この名部の決断が人々を失望させたのは明らかだった。
翌朝、メーブは部隊を率いて村を後にした。それを見送る地元の民は皆無だったという。あの煙が見えるか。やられた。急ぐぞ。女王の眼前にクレイトンの屋敷が迫った時、一行は到着が遅すぎたことを知る。邸宅の庭園がすでに盗賊団によって占拠されていたのだ。お前ら見てみろ、女王陛下自らわざわざ挨拶に見えたようだ。メイドの土産を渡してやるとしよう。貴様がスパラ野良犬団の統領か。野良犬公だな。いかにも、のけ者王子、泥棒族将、山賊男爵、嘘つき公爵なんて呼ばれ方もあるがな。くだらん、ただの下賤な人殺しの分際で選ぶりよって。俺が下賤だって？そいつは聞き捨てならねえな。自制せよ、カールドウェル。クレイトン教はどこだ？残念ながらクレイトン教とはたもとを分かってね。俺たちの寛大なもてなしを拒んだんだ。おそらくそれで神々の怒りを買っちまったんだろう。なんせすぐさま井戸に落ちて首の骨を折って死んじまったからな。おしゃべりは終わりだ。全軍前進せよ。シャレコボが絶対に逃がさん。女王陛下は必ず北方を取り戻してくださる。私を侮辱するのか。何やってんだ。下がれ。錬金術の薬か何かだ。現実を見て生きていかなくちゃ。痛かったら許してくれ。
これはこれはやるじゃないか。うん、そんな時間はない。ライリアのために。ほら急いだ急いだ。その上着じゃ汗をかくでしょ。仕事は山積みだ。静かに音を立てるな。一度入れればそれで十分だ。なんとか生き延びて年を越したいもんだ。なんだい。見事な傭兵の腕前だ。貴様は不運だったな。戦で命を落としておけば平穏にあの世に行けたもの。ライリアまで来てもらおう。孔子大が貴様を待っている。素晴らしい。かねてより王都を一目見たかったんだ。随分と余裕だな。何度か似たような目に遭ったことがあるが、俺の首はこの通りまだまっすぐだからさ。私をなめるなよガスコン。たやすく脱獄できると考えているのだろうが、ライリア城の地下牢から逃げおおせた者は未だかつて一人もいないのだからな。それはありがたい。史上二人目の男では俺の名に箔がつかんからな。連れて行く。野良犬校に枷がつけられたその時、にわかに辺りが騒がしくなった。息を切らし汗だくの死者が駆け込んできたのだ。煙と血の匂いにまみれ、その瞳にはありありと恐怖の色が浮かんでいた。陛下、ニルフガード軍がヤルガ川を越えました。村が焼かれ、民が殺されています。ニルフガードだと？なんてことだ。奴らはドラボグラドへ向かっています。ヴィレム王子の援軍は間に合いませぬ。どうかお力を。ドラボグラドか。クソ、
聞け。お前はすぐに馬を変え、司令官の元へと戻れ。そして伝えるのだ。女王の軍が向かい、敵を追い払うとな。恐れながら陛下、我が軍は少数です。まずは援軍をお待ちください。でなければ。レイナード、私はニルフガードの投石機を知っている。もし援軍を待っていれば、その間にドラボグラドは灰となるだろう。今すぐ向かわねばならぬのだ。兵に手早く補給を済ませるよう命じたメーブは、屋敷の塔に登って辺りを見回した。地平線の彼方に黒煙がいくつも上がっていた。家が、納屋が、そして水車が炎に包まれていくにつれ、その数が一本また一本と増えていく。メーブはその目に涙を浮かべた。怒りの涙。いいだろう。そんなに戦争をしたいなら受けて立つ。レイナード、出撃だ。王族どもの次はニルフガードとは。状況は芳しくありませんが。我が国を踏み荒らすとは、いい度胸をしている。奴らには必ず後悔させてやろう。あらゆる神に誓ってもな。Thank you.